こんにちは、カワポンです。今日は、2024年度の共通テスト利用入試で、英検が使用できる3つの大学の換算基準のまとめをします。これらの3つの大学では、英検のスコアがあれば、それに応じて、共通テストの英語の得点に換算してくれます。まずは、上智大学になります。換算の基準はご覧の通りで、かなり高めになります。ただ、注意事項としては、受験区により、スコアの算出上限が設定されています。例えば、2級で2300点以上のハイスコアを出したとしても、算出条件の2299点として扱われます。よって、90% の換算となる2300点のスコアとして使用できないことになります。よって、結果的に、上智大学は12級以上でのスコアが必要となります。ちなみに、不合格のスコアでも使用できます。次に立教大学を見てみましょう。換算の基準はご覧の通りです。上智大学とは異なり、何の制約もありません。2級や準2級のスコアでも、基準を満たせば、何の制約もなく使用できます。不合格のスコアでも使用できます。東洋大学については、かなり緩めの基準になります。上智のような、区ごとの算出上限はありません。不合格のスコアでも使用できます。ただ、受験区は、2区以上のスコアという制約があります。例えば、準2区のハイスコアは使用できませんのでご注意ください。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。